星野タイガース、今から試される真の実力。1点を先制したタイガースは5回、先頭の浜中、セカンド小川のこのエラーをきっかけにワンアウト1塁2塁として6番ホワイトを迎えます。左中間へ飛んだ打球、それを見てホームに向かう浜中、しかしセンター近藤のパーフェクトな返球にあえなくタッチアウトになってしまいます。一度はしぼんだ追加点のムード、それを再び盛り上げたのは成長著しい6年目の関本でした。星野監督期待の戦力がライト線へと運んで2点を追加、3対0とリードを広げます。しかしその裏、ここまで無失点ピッチングを続ける谷中、ここで気を良くしているはずのショート関本がエラーを犯し、ツーアウト満塁とピンチを広げてしまいます。ランナーを出しながらもしのいできた先発谷中、ここ一番で渾身のストレートを投げ込んで雄たけび一発、気迫の見逃し三振でピンチを脱しました。あとは守護神バルデスへとつないで締めるだけなんですが、そのバルデスがよくありません。8回に2点を失って3対2、1点差とされてしまいます。しかし9回、8連敗を阻止したいベイスターズの追い上げを断ち切ったのは3番浜中治の一振りでした。敵地を黄色く染めたレフトスタンドにアーチを描いて連敗ストップ、ジャイアンツ追撃へ向け弾みをつける1勝です。ベイスターズはタイガースを上回る9安打も残塁10個で競り負けました。ではプロ初打点で初のヒーロー、タイガース関本のインタビューです。いや、初めてなんでちょっと緊張してますけど、まあ、無我夢中でとにかくバット振ることしか考えてなかったです。今までこうチームに迷惑かけてたんで、なんとかあのチームの勝利に貢献したいなと思ってた、思ってました。ヤブは立ち上がりからストレートのキレ、変化球のコントロールともに申し分のないピッチング。8連敗中と元気のない横浜打線に全く付け入る隙を与えません。3回に犠牲フライで1点を先制した阪神は続く4回、ヤブが横浜先発バワーズからレフト前へのタイムリー、自らのバットでリードを広げます。好投を続けるヤブは5回、ヒットとフォアボールでノーアウト2塁1塁とこの試合初めてのピンチ、ツーアウトまでこぎつけますが、ピンチヒッター石井義人にライト前に弾き返され1点差に詰め寄られてしまいます。しかし阪神は7回、ノーアウト2、3塁のチャンスから檜山、センターへ犠牲フライを打ち上げ再びリードを2点とすると、続くホワイトの打席ではキャッチャー相川のパスボールでさらに1点追加、傾きかけた流れを引き戻します。完投ペースのヤブでしたが、7回裏この回先頭のグランの打球を右手に受けるアクシデント、右手中指の内出血のためここでマウンドを降ります。この後阪神は守護神バルデスが9回に1点を失いますが、最下位横浜を振り切り連勝で首位をがっちりキープです。初球のまっすぐを叩いていきます。この当たりで今岡はセカンドへ出します。好走塁になってノーアウトランナー2塁、ツーアウト後ワイルドピッチとフォアボールで3塁1塁としてバッターボックス5番の檜山、3球目、ライト前へ持っていきます。今岡が帰って阪神が3夜連続先制。一方阪神の先発はここまで6勝ハーラーダービー単独トップの井川です。こちらは無難な立ち上がり、1回を3人で切って取ります。3回の横浜です。この回先頭の7番小池、粘って7球目をレフト線、これが横浜の初ヒットとなります。ノーアウトランナー2塁、井川初めてのピンチ。しかし続く相川にはチェンジアップを引っ掛けさせてショートゴロ、ツーアウト後1番の石井拓郎に対してはまっすぐ緩急自在の投球でピンチを切り抜けます。追加点の欲しい阪神は5回、ワンアウトから今岡、またも初球、今度はレフト線、この時点で早くも今岡は猛打賞、盛り上がります。続く坪井は右中間へ深々と破ります。セカンドから今岡が帰って阪神待望の追加点、そして3番の浜中も続くんです。またまたまた右中間、なんと3連続ツーベースで横浜先発の後藤をこれでノックアウトします。
さらに2番手の杉本から6番のホワイトもレフトへタイムリーを放ち、阪神もこの回3点、流れは完全に阪神ペースとなります。これで役になった井川、その裏は圧巻でした。5番ロドリゲスはまっすぐで見逃し、6番タネタもまっすぐ見逃し、さらに7番の小池は3球目のチェンジアップ空振りの三振、3者連続三振に打ち取ります。このあと大量リードに守られた井川は5回以降パーフェクトに抑え、プロ入り初の無四球完封。横浜は9年ぶり10連敗で借金20、ハーラー単独トップ井川の7勝はなんと横浜の勝ち星と同じ数です。ご自身ではどのあたりが今日一番良かったですかね。やっぱりコントロールだと思います。はい、この頃勝ちはついても打たれるシーンもちょっとあったりしましたけども、はい、今日は素晴らしかったです。そうですね、今日こそはなんとかと思って投げました。はい、